はい、うっぷー、おー、なんもない、引っかかっただけ。ここは河川敷です。はあ、ちょっと二例あるかなと思って来たけど、二例じゃない。やぶこぎしてまで行くようなとこじゃなかったね。これが二例ですね。ただまあこれめっちゃ生い茂ってるやん、生い茂ってるやんか。でもさっきなんか見てたらここに蜂が入っていたんで、多分中樹液かなんかあると思う。で一応見ていこうか。一応見ていく。このヤブの中、ヤブこぎしてみる価値あるかな。まあでも一応見ていこうか。もしかしたらいるかも。なので見ていきますね。ヤブといってもさほどあれや、深くはないし。ムカデよりムカデやば、見える、ほら。あ、でも樹液出てるな。樹液のところにムカデいますね。こういうの上から降ってきてやられるパターンあるな。でこの中樹液が出てるということは何らかの昆虫がいてもおかしくない。なんかいるけどね、クワガタ。クワガタじゃない、カナブンか。あれクワガタいないのか、もしかして。ハズレっぽいね。じゃあ戻るか。ハズレを繰り返してあのポイントを定めていくわけやけど、ここはどうよ。もう全然普通の、すごい小さい、いますね。ここからもう見ただけでわかる、見ただけで分かりますね。上にいるんで、この木は当たりかも。当たりでもね、あのノコギリクワガタか。いますね。見える？これ。こう上にいますね。まあこういう木にはノコギリクワガタがいるだけかな。あ、いるやん。めっちゃ。あ、めっちゃいるぞ。ここ。めちゃくちゃいるぞ、この木。当たりかも。当たりですね、この木。今のところか。あ、いるいるいる。いるいる。ほら。いるいるいる。いました。何匹かいる。これ当たりの木やな。うん、当たり。当たりの木だ。でかい、飛ぼうとしてるね。でけえ、いいサイズ。この上にもいるから、これ以上捕まえていきますか。結構いいサイズ。はい、それでは、取っていきましょう。これで見ます？ほら、こいつよりでかいのいたんすよね。そいつ本命で、こいつはまあ、おお、しゃ、ここに挟まってるこいつ、まあこれとかね、平田クワガタです。挟まってますね、挟まってますけど、この枝が細いから簡単に取れるという。いつでもこう、はい、まあそうです。サイズは大きくないけど、一匹捕獲。小さいの、これ小さいね。平田クワガタの小さいの、小さいのはここに逃がそう。隙間、でもこれ剥がれるから
すい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 。あ、落ちた。よいしょ。ゲット。そこまででかくはない。中型。まだいたと思いますか。あれメスか。メスじゃないね。オスまだいるんですよね。この隙間に。これ。あ、そんなにでかくないか。落ちた落ちた。ふう。これ見える？はい。平たくあげた。平たくあげた一本の木に同じようなサイズ。そこまででかいのはいないね。でもいい感じの穴もあるし、木としては当たってるね。こういうところ、このすごい小規模なニレですが、中にはいたというクワガタが5、6匹、平たくあげたが。ということで、まあこっちも見ていこうか。こっちもいるかもしれない。結構こういうとこ穴場なのかな。外側にクワガタいることもあるけど、葉っぱの上とかね、葉っぱの上、腕という上、これ枝のとことかにいることはあるけど、大体やっぱこの中、太陽の当たらないとこ見てみて、この奥見てみて、クワガタいるか。ここいますね。なんとなく黒いのちょっと見える。この一本奥の木にいますね。裏側の木にいる、いたので、いたのがちらっと見えましたので、ちょっとチェックしていきましょうと思いましたが、ここイバラがねえぐいほど生えてるので、ちょっと無理かも。イバラえぐいから、中だけちょっと照らして見えるクワガタいるやろ。あ、でもコクワガタか。いますけどコクワガタとかかな。だいたいでも普段はこんなもんですね。平田なんてなかなかいないんやけど。もう一度見ていきましょうか。もう開拓したポイント、平田クワガタまだいますね。先ほどの木で取れたクワガタチェック、こんな感じですね。一本の木に、まあ、5、6匹の平田クワガタが集まってましたね。で、あの平田ハーレムではなかったけど、1匹のメスに複数のオスが逆ハーレム状態かなってました。